さあ、ワールドカップも終わりましてね、はい、今日はですね、新シーズンに向けて自主トレをしているあの選手にお話が聞けるということで、なんかその当時のリアルな話もね、そうですね、聞けたらなと思っております、はい、その選手とは。ご無沙汰します。お久しぶりです。すいません、トレーニング中に。いいえ、お願いします。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 日本代表香川真司に矢部菜波が直撃。今だからこそ語るワールドカップの真実。初戦でやっぱりちょっとなんか上がってんのかなみたいな、絶対負けられない戦いの中で怖さを感じていたのかなってすごく感じますね。これはやっぱり全く足りてなかった。自分に気を引き締めてやっていこうというのは話してましたし、ただやっぱ蓋を開けてみれば、監督さん含めて、はい、最後に何を話したとか、まあ、ワールドカップ終わって、はい、ね、挨拶した時も、これから4年後のロシアに向けて、はい、それだけは絶対。香川の本音がここに。8月3日日曜日のやべっち FC にて。